今年からメンバーに入っている稲田選手ですから、そうですね、これはもう期待大事だね。ファウルボール、中日一人、中日ですね。そうですね、本当に力強い。いやいや、高校野球は素晴らしかったもんね。そうですね、ああこれも鋭いファウル、すごいファウル、気をつけてください、ファウル。まあ、それにしても、その年は野球の年、そうですよね、感動しましたもんね。我々を感動させてくれた WBC がありました、はい、世界一になりました。世界2位で活躍した大谷さんばっかりとね、そうですね、ですね、まあ、もちろんそれも気になるところではない、はい、そういった海の向こうに大活躍をした上原浩二が先発でライト方向へ取っていますが、これはファウルボール。毎年ヒーローズ、そしてウェボルト、この2球団、熾烈だと言いたいところですが、8連敗の田岡監督、田岡監督も先ほど言ってましたけど、今年は勝たせてくれよという相当強力なメンバーですね。そうですね、そういう意味まず平田で、塁に出てという、はい、ところが見られるかどうかというのが定かですね。リーグに近い選手を揃えて、ね、そういうことですよね。フォアボールですね。まあいきなりフォアボールでランナーを出すという上原浩二であります。